よしよし、お疲れーす。さあ今日ちさとめさんでね、はい、お悩み解決ですわ。はい、どんな悩み、今日はひよこがぷかぷか浮くのはどうしたらいいですかっていうお悩みです。おーい、今日原因ある、なしこともある。はい、おお、やっていきましょうか。とりあえずお気付けしていって、はい、途中そこまで来たら本題入ります。なので、まあ、時間変えとくんで、はい、あえたらそこまでスキップしてもらったら、はい、いいかなと思います。はい、はい、それでやっていきましょうか。はい、はい、じゃあオープニングスタート。よいしょ。はい、ではとめ袖抜き付けをしていきます。
don't have to think about it. Oh baby, try to rest your mind. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world that is outside your wall. If I was God, I would save you, take you where you belonged. If I could, I would get something new, then I would have what it takes. Make you feel like you're safe, cause all I need is just someone like you, someone like you. はい、では本題です。肥沃がプカプカ浮くのをどうしたらいいですかというお悩みです。肥沃によってはすごくツルツルしたものとかがありますの でそういう風な時はもう浮くなと思ったら、ここで私はギュッと、もともとここで締めてるんですけど、それプランスここで片鼻くくりをして絶対動かないようにしておくっていう対処もしたり、紐がすごく短くて後ろにもやっても短いよっていう時はここで肩くくりをしたりしています。そして、襟を沿わすときですが、襟はここから沿わしてきて引いたときに、肥沃のこの折れ返ってるこっちの裏の部分をちょっとキュッとテンションかけるようにこっち方向に引いておいていただくと綺麗に沿ってきます。で、あまりにもここをギュッと襟を引っ張ってきすぎると長襦袢の襟のところにシワが寄ったりとかするので、あまり力強く引きすぎず、こう体に沿わすように引いてください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。これが原因は、はい、はい、まあ、まあこういうねこともあるんで、またそういう機会がありましたらね、はい、あの思い出してもらって、こないしたらよかったやなみたいな、覚えておいていただけたらなと思います、はい、またね、あのね、はい、朝とかライブしてますんで、はい、ライブ配信毎日してますんで、はい、質問とかありましたらね、 LINE 公式アカウントの方ね、はい、あの概要欄から、公式サイト飛んでもらって、はい、そちらの方から登録してもらえるんで、そこで質問をしていただけたらなと思います、はい、じゃあそれでは皆さんまた次回お会いしましょう。はい、はい、それでは皆さんお疲れーす。よいしょ、ご視聴いただきありがとうございます。 LINE 公式アカウントができました。 LINE 公式アカウントに登録していただくと、 YouTube の新着情報、セミナーの開催情報、質問やリクエストなどもお受け付けできます。リアルタイムでお答えできることはお答えしていきますので、 LINE 公式アカウント、 YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。待ってみてねー。